こちらになります <laughs> ちコメンち寝起きで頭当てないううん <laughs> <笑><笑>俺クソバっがいい いや、ちょっと、経緯から説明させてください。うん、あのー、まあ、僕はとりあえず、格ゲー全然普段やってないで、下手くそなんですけど、まあ、ちょっと呼んでもらえたので、えー、出させていただくことになりましたと。はい。まあ、でも、やっぱ、下手枠とかあるからいいじゃん、いろいろ。うん。ちょっとま、これ、当日まで一応練習はし,していくから、頑張って。その成果を見てほしいです。 <laughs> いやあのねち経緯をちゃんと説明させてほしいうん CR があ CR が3人しかいないからって理由でなんか ね誰も俺に触れてない。ちょ、見て見て、ほら、俺、ツイッター。誰も、あ、ひそやけまこって言ってるねえ。<laughs> ちょいちょい <laughs>。ちょいちょいでもやっぱ、ばばばこれやっぱ俺は望まれてない感じ。 でそういう人がいえたくさんいるほど僕はあの出,た出てよかったなと思うんで。<laughs> ストロークーでもこの間ね、名古屋のイベントであのちょっと晒してもらいました。で、そこで一緒に出たね、あの、関くんとかにいろいろ教えてもらったんです。関くんとか。うん。なんだっけな。剣、剣じゃねえわ。な、なんかでもいろいろ教えてもらったんですよね。ボタン操作で。で、 あの、CR のオーナーの人いるやん。おじいさんいるやん。おじいさんちょっと会う機会があって、もう本当にたわいもない。まあ、なんて言うの、まあ、ちょっと、まあ、会、会食って言ったらお前らまた、歌でってくるから、まあ、まあまあかか軽い、ま、そういうなんかちょっと、飲み会じゃないけど、そ飯食っとったらおって、みたいな。で、そこで、 ああ、そ、この間の CR カップありがとうございました、つって。すみません、悪口言って、みたいな感じの、そういう、やり取りやってんけど。え、なんかそこでね、違う、なんか、えもこさん、ぶっちゃけ、どうすかみたいな。格ーとかどうすかみたいな、感じで。いや、全然やったことなくて、みたいな。いや、ちょっと実はなんか CR、ちょっと、どうかなと思って、みたいな感じで。なんか、そんな、なんか、酒といき、わからん。酒飲んでたか飲んでないかわからんけど、なんか、い、の、のりと勢いで、ちょ、もこさん、行きましょうよ、みたいな。 感じで言われて、で、俺も二つ返事で、あ、<laughs> じゃあちょっとやってみますか、みたいな感じで。大体でもそういうのってさ、冗談じゃないけど、まあ、その場の、ノリやん。それ、社,社交辞令っていうことわからんけど。うんそ。その場のノリやん。もう、次の日になったら忘れてるみたいな感じやろ。で、おじいさん、ちゃん、ガチでオファーくれたんですよ。あ、あんなところでのその、口約束を、 ちゃんと守る人なんやと思って、俺、それで、なんかね、あ、これはちょっとちゃんと俺も答えなあかんなって思って、ちょっと今回、頑張ろうかなと思って、させてもらいました。うん。あの、そういう人は、あの、俺の中では、どんな人間よりも信、信用できるというか、なんか、ちゃんとけ、自分も敬意すみませんあかんっていうか、まあ、敬とってかむしろ、なんなら、ね、こういう TGS って場でね、 まあ僕は過去にそのぷよぷよとかで TGS で競技やったことあるけど、まあ大舞台とは言えね、誘ってもらえたってことがまず名のことかもしれんけど、何より俺はそう、そういう場での口約束を、あ、本当にこの人守る人やったと思って、あ、すげえ嬉しいなと思って、ちょっと出てみようかなと思った。うん。だから練習はするよ、もちろん。一日まあ、 うん十分ぐらいかな。これ原神の生物源泉やってるさ、間のさ、の <laughs> スタミナ回復待ってる間、ちょ、ちょろっとやってやるよ <laughs>。つって。いや、お前、ちゃん、とがっつりやるけど。うん。だから、本当そ、それだけ。理由は。いや、だからぶっちゃけ、なんじょ、もちろん、ん冗談で言ったのかなみたいな。で、最初思ってた、正直。 あのおじいじさんねうんなんかね本当にポロっと言ったちょっとした約束をちゃんと守る守る人、ま、守るって、うん、俺はそこにすごいこう何かこう感じたんですよねなんか。 魂に来るもんがあったっていうかいや集客目的って言ってもさ別にさもう今ストリーマー界隈で俺みたいなやつ需要ないやん俺が俺が来るからっつってさねえ盛り上がらないでしょ別にどうせみんなあれでしょスイッ,スイッチのなんかそういうなんかみんなにワイワイやってるやつな好きなんやろ俺なんか別に興味ないやろ いやそれが「ぷよぷよ」とかやったらまだわかるやんか別にそんなストリートファイターみたいなタイトルでさこの間なんか大会やってたやんかなんか誰か胎児さんとか布団じゃんとか出てたやつあれとかすごい盛り上がってたんやろまあでもちゃんと実力はちゃんと合わせてくれると思うからどういう形式やるか分からんけど で、あのー、僕今日まで、ちょっとぶっちゃけ、あ、まあでも、まあ言うても、まあこの話、ちょっとまあ俺降ろされるかもなって思ってた理由が、あの、ちょっと V の方が、もしかしたら出られるかもって、ちょっとうっすら聞いてたんで、でちょっと先日の <laughs> 件があって、 あれ、ワンちゃん、俺 NG とか大丈夫かなと思ったね、ちょっと、僕当日、この発当日まで、うん、半信半疑ではありました、正直。<laughs> いや、あの、違う違う、別に赤身カルビちゃんはあれや。あの子は一回やってるやん、ゆきキくんと一緒に、エイペックス。うん。 いや、だからちょっとさ、みんなし、教えてよ。なんか誰かにコーチングされるのもいいけど、されるのもいいけど、ごめん、ね。<laughs> してくれる人なんかいないけど、俺みたいなやつに。なんかちょっとニコ生、生配信のみんなと一緒にちょっと成長していきたい。今回の、やつは。まあもちろんそのね、この間ポケモンの DLC で出会ったから、もうそっちの動画撮影とかどうしても優先になるけど。うーん。 初心者お前しかいない。別に、初心者やろみんな。なんかでも、もう,う、初心者でワンチャンあるキャラとか教えてほしいわ。な、どうなんザンギエフとかええんじゃん。ザンギエフは結構こう投げか殴りかの二択押し付けられて強いって聞くんだけど、投げのダメージエグいやん、ザンギエフ。ザンギエフか JP かなと思ってんの、俺。 なんか割と初心者でもワンチャンあるキャラがいい。残機か JP どうみんな上手いんだ。どうするお前俺。なんかしかもあれやろチーム戦やろこういうのって大体。で、毎回こう。 同じあたりとやるやんか赤身カルビじゃになんか4連敗とかしたらどうしよう <laughs> なあまた俺その場で首つって死ぬわ俺もう真っ赤りで俺は散るモコという人間は。 ええ、みんな強いんか、なんか。嫌やな。<laughs> 俺がみんな自分、でも、オニアとかも、なんかちょ、ちょちょやってんもんな、いつもな。お前 CR ファンから、CR ファンの女子が嫌われてるから、当日お前の試合が悲劇になる。 俺、客席にじゃあ俺コーラとかぶぶちまいていいそれ普通ムカつくからえボタンえなこボドかお前だと思うあー初心者枠河川あと分かんな、ね、いみんながどんぐらいなのか分かんないわ布団ちゃんとかめちゃくちゃ強いのやろえっとねでもね えなこ、シャカ、スパイギア、こ、この三人は、この間イベントで一緒やったんで、見てるんすよ。うまかった。シャカ、スパイギアは、別に、えなこちゃんとかも、普通うまかったで。<laughs> モダンプランクならワンチャンいける。ああ、そういうの教えてくれ。 ちょっと俺がっつり練習するわただちょっとごめんポケモンの DLC 出ちゃってるからまぁ、あ、ちょっとあれですけどストライは15時間を練習しないと試合にならんマジで頑張れそれはトータルで15時間 ?1 日15時間 <laughs> 受験勉強やんそんそれは無理かも <laughs> ちょ いや、ただ、やっぱなんか、勝ちたい。頑張って。うん、ただこのね、当日までは、2日間あるから、頑張ります。